金子正人は日本の実業家、馬主、株式会社図形の代表取締役会長、ハワイの会員制ゴルフ場、キングカメハメハゴルフクラブのオーナーなどを務める。機械メーカー勤務を経て、1976年に電子機器設計、製造関連ソフトウェア開発を主とする図形処理技術研究所を創業。一階のベンチャー企業から1994年には、 当初一部上場を果たし、カナダドル、CAM システムを手掛ける企業として、国内最用手の存在に成長させた。競争場の場種としても知られ、中央競馬で2005年2984年のシンボリルドルフ以来となる無敗の三冠馬となり、最終的に GI7 章を挙げて、殿堂入りしたディープインパクトなど数々の活躍馬を所有。個人馬所としては、 初の記録である98大競争完全制覇を達成しているほか、白受け前初の G1 制覇を達成した。1968年に、早稲田大学教育学部数学科を卒業後、設計製図機械を製造する、武藤工業に入社。当初は希望と異なる営業部に配属されたが、入社初年度から、全国支店のセールスコンペでベスト10に入るなど優秀な営業成績を上げる。 しかし単調な営業の仕事に嫌気がさし、間もなく辞表を提出したが、専務時期時期に移住されて、コンピュータ開発部門への転属が叶った。当時の無党工業の製図機械はアナログによるものだったが、コンピュータによる自動製図機械の開発にも乗り出しており、金子も技術者として、これに携わり、造船、地図作成用の自動製図機の商品化に成功した。その後、 金子は販売した製図機の技術指導のため全国の取引先を回っていたが機械をより効率的に運用できるソフトウェアを求める取引先に対し会社はソフトウェアはサービスであるとしてそうした要求を軽視しており金子はその姿勢に疑問を抱き始めるそうした最中の1975年春見で行われたビジネス展示会を訪れた金子は アメリカの企業が出展した集積回路製図用のカナダドル CAM システムの成功さに驚愕する。金子は自社でもシステム開発に乗り出すよう訴えたが入れられず、独立してソフトウェア開発の会社を起こすという考えに至った。そして1976年11月、志を同じくした社内の部下4人と共に無党工業を退社。 同年12月17日、神奈川県横浜市に図形処理技術研究所を創業した。この社名は、ハードウェアとしてのコンピュータではなく、処理技術、つまりソフトウェアを開発する企業であるという明確な意図が込められていた。ソフトウェアは成長の端緒についたばかりの新興産業であり、その先行きは極めて不透明であったことから、 引き抜いた社員については家庭を守る責任のない独身者を選んだという。当初の社屋は神奈川県横浜市磯国に見出した塗装店の2階にあった。金子は社員だと中古の印刷機で吸ったホチキス止めの事業説明書を携えて会社回りを続けたが、カナダドル CM a システムについての社会的認知は乏しく、最初の半年ほどは全く相手にされなかった。 武藤工業で築いた人脈も武藤工業の金子正人ではなくなったことで役に立たなかったという。400にも上る会社から断られ続けた末、電子回路の焼き付け原版を製造する中堅企業新営社より初めての発注を取り付け半年後に納入。この CR-1000 は日本国内で製造された最初のカナダドル CAM システムであった。 そして、新鋭社を通じて、図形処理技術研究所の名は、エレクトロニクス系企業の間で徐々に広まっていった。それでも当時は、多くの企業にとって聞いたこともない会社であり、両者の接触は、企業が信用調査を依頼した、更新書からの面接要求という地点からの出発であった。金子は松下電機、ソニーといったエレクトロニクス先進企業の技術者に、 接触して CR-1000 についての意見を求め、組み取ったアドバイスをもとに、1978年6月に改良版 CR-2000 を発売。このシステムはケンウッドをはじめ、意見を求めた松下、ソニーにも採用されたことで、大きな注目を集め、図形処理技術研究所の経営基盤確率に大いに貢献、10年以上にわたり、 主力商品であり続けた。1980年頃からは CR-2000 を用してアメリカ進出を図り製品開発に使用していたプロッターを生産するカルコンプ日本支社長の勝部俊成を営業本部長として迎え入れる。そして勝部を通じてヒューレット・パッカードとの業務提携を取り付けアメリカでの販路を開拓した。 1983年にはより積極的な販路拡大に取り組むため現地法人図検アメリカを設立。1985年には日本でも称号を図検に改めた。1988年にはアメリカで広く普及していたオペレーティングシステムユニックスを用い移植性の高い新言語で開発した CR-3000 で IBM との OEM 契約を勝ち取った。その後も図券は順調に成長を続け、1991年10月、株式公開し、東証二部上場を果たす。この時金子は約400人の社員に50株ずつを無償で贈与した。さらに1994年9月には、東証一部上場企業となった。2004年、ハワイのマウイ島にあるゴルフ場を1250万ドルで、 購入し、4000万ドルをかけて改装し、相場の名前を冠した、キングカメハメハゴルフクラブをオープンとしている。ボバのディープインパクト、ヒンバのアパパネと、オスメスの中央競馬三冠馬を一頭ずつ所有しただけでも、個人の馬所としては、日本の競馬市場他に例を見ないが、加えて、競馬の祭典たる、東京優秀をディープインパクトに加え、キングカメハメハ、 ワグネリアンで4回優勝。その他、GIJ プニーに優勝したものに限っても、ブラックホーク、トゥザビクトリー、黒船、ユートピア、金引き入り、ピンクカメオ、ラブリーデー、ソダシといった馬を所有。2015年には、サンデーレーシングに次ぐ、史上2例目、個人橋としては、初の記録である九8大競争と、ジャパンカップの完全制覇を達成している。また、 自ら所有した馬の子も積極的に所有しており、上記の活躍馬の内間か引き、ワグネリアン、ラブリーデー、育ちは、父母ともに自らの所有馬である。馬は自ら選んで決めるといい、お前に馬がわかるかと決めつけられれば、それまでだけど、私も競馬にはまって、だんだんと深みにはまった。わからないことをわかろうとしたいというのが深みで、そうでなければつまらないと述べている。 自身の馬選びは目から始まるといい。目のいい馬は案外見つけづらいんです。ところが、目の悪い馬はよくわかる。そういう馬はどんなに血統や馬体が良くても手を出しません。馬を見るときに気をつけているところを敷いてあげるなら目ですねと述べている。GIJ プニー競争優勝馬、編集その他重賞競争優勝馬、編集その他の馬、編集。ありがとうございます。